んこんばんは。今回の動画は10分超えの長いものになりますが、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。もしかするとスペシャルフォースをも上回る最強兵士、いや戦士と呼べばいいでしょうか。そう、犬です。彼らが訓練を経て立派な兵士になるまでの過程をご紹介します。犬種は最も一般的なのはジャーマンシェパードですが、近年ではベルジアンシェパードドッグ、マリノアやダッチシェパードなども選ばれています。特殊訓練を受けた軍用犬のことをミリタリーワーキングドッグ、または K9 と呼ばれています。英語では犬を Dog 以外に K9 とも言います。その発音が同じことから K9 と呼ばれるようになりました。 K9 の主な仕事は敵や容疑者の鎮圧、捜査、追跡、薬物や爆発物の探知。犬をどうやって訓練するのか。まさか海兵隊のブートキャンプのような方法でするわけにはいきません。恐怖心を与えないこと、無理なことをさせないこと、そして何よりも主人であるハンドラーとの信頼関係を作り上げていくことが一番大切です。もともと犬社会ではリーダー、ナンバー2、ナンバー3といった完全な盾の関係性を持っています。ハンドラーが強く優しいリーダーであれば、犬は従うことに誇りを持つようになります。常にスキンシップを取り、簡単なことから教えていきます。成功した時はこれでもかというぐらい Good job! Good boy! と褒めたたえ、犬に自信をつけさせていきます。失敗した時に怒鳴って怒ったり叩いたりすると、主人のことを恐怖の対象としか見れなくなり、命令に従ったとしてもそれは恐怖で従っているだけです。ハンドラーは器の大きさと我慢強さ、そして笑顔で自身の犬を見守る優しさが求められます。これはヘリコプターの上り下りの訓練です。まずは停車しているところからその乗り物が安全であることを教えます。そして爆音の中、ハンドラーと一緒に乗り込めるように少しずつ訓練していきます。離陸する際、犬は怖い、なんだこれはと恐怖心を覚えます。しかしハンドラーが大丈夫、俺がついてるんだからと思わせることで、犬も安心した心を取り戻すことができます。でのロープは確かに怖いかもしれませんが、繰り返しすることでやはり慣れていきます。朝の朝礼にも参加します。犬の嗅覚は人の100万倍から1億倍とも言われています。匂いを覚えさせ、外で目的物を発見する訓練です。匂いの種類にもよりますが、最高8キロ離れたところの匂いを感知できます。この時点で人間の能力をはるかに上回っていますね。
そして聴覚は人の4倍から10倍もあり、1キロ離れた距離の音を聞くことができます。それだけ耳がいいのですから、銃声に慣れておかなければ犬もパニックになってしまいます。これは銃声に慣れさせる訓練です。犬の得意分野、それは走ること。ジャーマンシェパードは50メートルを6秒で走ることができます。さらに長距離をスピードを維持したまま走ることができるので、人はとても追いつけません。そのスピードでターゲットに向かい噛みついて攻撃する訓練です。ハンドラーがアウトというまで絶対に離しません。Good boy. It's a good boy. That was a good catch. No! Out! Sit! Boy. Stay! Stay! Out! Sit!Out! Sit! Good! Get him! Good! Out! Sit! Good job! Stay back! Stay back! Whoa, when you're ready! Come on, Ned!彼はアメリカ海兵隊のマスコット、ブルドッグのチェスティ15世です。もちろん海兵隊員ですから階級もあり、彼は三等軍曹です。白く大きなブルドッグは前任のチェスティ14世です。ブルドッグは闘犬なので強さの象徴として、チェスティ15世には威厳のある立派な軍曹になってほしいですね。今はただただ可愛いだけですが。Good boy. 犬は基本的に水が好きです。犬種にもよりますが、泳ぐことが好きな犬もたくさんいます。しかし最初は誰でも怖いものです。ハンドラーが先に水に入り、少しずつ犬を誘導し、安全だよ、楽しいよと覚えさせます。これは急勾配の斜面を登る訓練です。早くハンドラーの元へ行きたい一心で頑張ります。サム、グッボーイ、グッボーイ。はい、he's shaking. He's not like that. Come on, buddy. Good boy, Chance. Good boy.戦うだけが警戒の仕事ではありません。時には人を癒す任務が待っています。戦争などで PTSD になった人たちと警戒がコミュニケーションを取ることで、人は笑顔になり癒されます。とても重要で大切な任務です。
an amazing dog. I can't wait to get home to mine. It's been great to actually just spend time with him and brighten my day. 犬の聴覚を利用して犬笛を使っての訓練も行われます。ハンドラーと犬はいつも一緒に行動することで信頼関係は日々深まっていきます。容疑者を確保する際、警察員がドアの前にいることを警告し、その後突入して警察員が噛みつき、ハンドラーが確保する訓練です。猛スピードで警察員に襲われれば、容疑者も戦意喪失するでしょう。K9 とルームクリアリングの訓練です。本題からそれますが、この犬はグリーンベレーが飼っているペットです。K9ではありませんし、多分将来 K9 になる予定もないでしょう。いろんな訓練、経験をハンドラーと共に積み重ね、実践に近い訓練が最終的に行われます。 K9 の能力を最大限に引き出せるか、そして犬自身がハンドラーを尊敬し身を預けることができるほどの信頼関係が存在しているかは、全てハンドラーの力量で決まります。良きハンドラーには良き K9 が。 K9 は今日も人々のために日々訓練し任務を遂行しています。 Go, boy, go! Go, boy!